日本畳楽器製造のライブを始めます。まず第1曲目は、畳の全てが分かる曲、畳でガンボから始めます。はい、だけの独特の特徴です。畳でゴロゴロしていた博士、イグサの香りにはリラックス効果があります。これは森林浴、ね、森の匂いと同じフトンチッドという香りが含まれています。
それなら小学校中学校の方ね、注目、それなら集中力もアップするんではないかということで、小学校と中学校を見に来てな、見てな、小学校中学校に、300人に調査をしました。畳の部屋と普通の教室でね、計算問題を解いてもらったところ、なんと畳の教室の方が 14.4% も成績が良かったです。また畳の部屋で勉強すると疲れにくいということも分かりました。畳の集中力の持続効果は今子どもたちの強い味方です。また畳は弾力性ね、踏んでもこう丈夫、今これ下実はステージにわざわざ畳を敷いていますね、畳は踏んでも弾力性があるので転んでも怪我が少ないです。ちょっと転んでみて、あ、怪我しない、いやん、でしかも音を吸い込んでしまう力があるので、近所に叫んでもね迷惑になりにくい、ね、だから今ね実は畳敷きの教室とか学習塾も増えています。西陣中央小学校もね、入って靴脱ぐとこがあって、左へ行ったら広い畳の部屋があります、ね、畳の部屋をね学校にもどんどん作ってほしいと思います。またイグサは 昔から薬草として使われています。そして最近お茶、お菓子、アイスクリームなどの食べ物や入浴剤、石鹸などにも使われています。また畳の滑り台、畳の将棋、畳のギターなども作られています、ね、このギター、あの今ここで弾いてるこのギターです。取材、紙芝居を作りますから取材させてくださいって言ってこれ写してもらいました。そしてイグサ博士は畳の新しい効果を発見して畳の国へ帰っていきました。そして今日もさらなる畳の不思議を求めて研究しています。ありがとうございました。畳紙芝居でした。実はまだ曲が続いています。なかなか。